本日はこちらの企画いってみましょう。日本対ブラジル戦の予想試合のコーナーです。で今回はですね、日本時間で言うと金曜日の21時キックオフということで、フランスはパリの方ですね、開催されます、日本対ブラジル戦の予想試合を行っていきます。で日本代表はですね FIFA の方には収録されていないということで、今回はウイニングイレブンの方で試合を行っていきたいと思います。ウイニングイレブンの方も一部データが変わっていないところもあるので、日本代表いない選手がいらっしゃいます。杉本健佑選手とあと森岡選手ですね、森岡選手、杉本健佑選手の2名の選手は残念ながらウィニングイレブンには収録されていないということで、そちらの選手は使えない形になります。まあ、今回新戦力長澤選手ですとか、あと興梠選手入っておりますので、そういった選手の出場もあるでしょうか。楽しみです。ブラジル代表の方はタイソン選手、ジエゴ選手がいらっしゃらないということで、この点についてはご了承いただければと思います。いつも通りですね、やっぱ普通に日本コハジャパン対、ポンジルの方をやってもですね、やっぱりちょっとこれは面白くないんじゃないかということで、今回はコアロンとポンピーの協力プレーでブラジルを倒したいと思います。果たしてコアロンとポンピーはブラジルを倒すことができるのでしょうか。対戦相手はレジェンドになります。それでは早速日本代表対ブラジル代表の予想じゃいってみましょう。頑張れ日本。パリでの開催になります。日本代表対ブラジル代表の試合になります。今年はですねワールドカップ出場を決めましたが、いよいよ来年のロシアワールドカップに向けてメンバーのサバイバルも始まっております。そしてかつここはですねアウェイの地で本当に強豪と2連戦実力を試す非常に素晴らしい機会です。ここブラジル代表に対してどれだけ日本ができるのか見ていきたいところです。前回ブラジル代表とやったのは一昨年ぐらいですか？ちょっとすいません失礼しました。さあブラジル代表の国歌です。去年やったかな、ブラジル代表と一昨年ぐらいか、2014年にやってるんですか。はい、ワールドカップどこだ。10月。そして今回からですね新しいユニフォーム、これちょっと水玉ポヨがポチポチ入ったユニフォームに変わった。水玉じゃないですかあれは。大丈夫ですか。いや水玉と言わないですね。あれはもうポツポツ系の模様ですね。ポツポツ系の模様に変わったユニフォームで臨む試合ということです。さあまずは日本代表のスターティングフォーメーションを見てみましょう。フォーメーションは4-3-3のフォーメーション。川島選手左から、長友選手、牧野選手、前田選手、酒井宏樹選手、山口、おかしいですね、山口翔太郎選手、倉田選手ですか、出てました今、井上選手とかですね。3トップは誰になったんですか。いや見逃してしまいましたけど。いや大迫選手、原口選手、久保選手とかですか。イニー選手ですね。はい、いいですね。青が、青の操作うまい方コアロー、そしてピンクアップポンピーということですね。いきますよ。はい、バルニッポン、エキシビションマッチが始まりました。まあ、フットボールは必ずしもチーム力の高いチームが勝つスポーツではありませんからね。なので相手が強豪だからといって今日のゲーム何よ、いやあるある。逆にそういうのを期待して見てしまうんですよね。いやーちょっとマイナスいたらごめんごめん。さあカウンターのナイスカット。いやーまあやまあやまあや。テンテキテンテキまあやまあやまあや。おいおい、いやーピン、ブラジル前向こう前向こう前向こう、しょうがない、いやこんなのあるんですか、ジュースです。頭で正確に流し込んできました。いやー、いいシュートでしたね。全前で、ニッパーニッパーニッパー、なんできついんだよ。頼むよ。おいいやいってる、こっちも。
だから青マターにすんなよ、危ねえ。おい絶対違えだろ。いや違え。カナリア。気持ち入ってんのかな、こんなフランスまで応援に行かれる方もいるのに。いやーごめん。なんで？ごめん。ちょっともうちょっと強めかな。いやだよ。おい、東京。じゃあ行ってって、だからフレンドパークじゃねえんだから、もうしいなら走って走ってみたいな。全然関係ねえよ。この東京の悪いところ10個答えてんねん。あ、ごめん。意味がわかんないよ。頼むよ。あ、ごめん。はぁ、マジお前が何が気持ち入ってんのかだよ。おいおい、日本、いや、これはひどい。この後のこれ、これどっちも青だから。ごめん、ほんとごめん、足がごめん、頑張れ。青いくよ。どうしたい？いやー、ごめん。なんで指示待ちなんだよ。仕事じゃないんですもんね。バモバモ。バモ日本。日本バモ日本。え？なんで無言なんだよ、自分のミスの時は。おいだからフィジカルが強いから。おい無言やめて、無言ミスはだよ、同じでしょ。おい見せられねえだろ、あんなミスは。いや、もうまずいって、これちょっと選手変えよう。よし、もう一回そう。まず1点から。おーっと、ごめん。こんなん出せますんね、これ。これはまた非常にまずいです。どうしようか。いや、ひどいなぁ。日本。いやー、弱い、ごめん。いやー、頼むよ。オッケー、任せて。裏落とした。チャンス。シュート。ごめん。ここで笛です。4-0。日本敗れました。実力の違いを見せつけられました。さあ、北澤さん。いかがでしょう。さすがにこれは日本国民の皆さんに申し訳ないので、もう一度、しっかりとやり直したいと思います。行って。おい、適当だろ、指示が。行ってあんたが。追いつかねえ。早いな、ジュジュシ。でも勝つので終われないみたいな。おい、違う企画になってるって。おい。じゃあ。ですよ。
いける？いやシンプルシンプルに。どうしたいどうしたい。おいおいおい、一番危ねえだろこんなカウンタークラウンやったら。俺切るからコース。お前は？おいおい。お前は。持ってるでしょ、お前どうすんのって一生聞いてるんだよ。その前にコマズ、このコーナーキックから全ておかしいんだよ。俺たちのやつ頼むよ。オッケー。さあ、どこに出してくる。シュート、よし、これは素晴らしい反応でした。あ、ごめんごめん、ここに出すか分かんないって。おっと、よくいい、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 チャンス、チャンス、チャンス。あー、あー、ごめん。おっす、スペースで出す、長谷部からイヌイ。いやー、ごめん、ごめん、今出せたな。出せない、多分。うん、出せたな。出せない、うん、だってもう一回作ろうよ、早く、こっちを。いや、笑い事じゃねえぞ。おー、しよ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 し、出せーぜ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 です。絶対出せー、次は先生、先生、どっち、まん、もう、急いで。おい、ええー、や、いい攻撃をしていても相手チームはいけるか、シュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。いやー、日本、こっちですよ、いける、いけるね。どこに出してんだよ。あぶねえよ。本当に怖い。本当に怖い。こっちだよ、怖えのは。いや。どうだ、打った。よー。おいおいおい。追加点、ブラジル。違う企画になってるってこれは。始まった。いやいやいや。まあ連鎖しちゃってるから。いやいやいや。終電もあるんでこれ本当に。そう、集中がなる。終電の前に。いやもう最初はいいっす。はい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 、かっけ。よし。キックオフです。日本対ブラジル。エキシビションマッチです。カウンターで結果したいな。ナイス。うん、いやー、惜しい。イヌイ、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 サイドを使います。オッケーオッケーオッケー。いや、いいよー。ちょ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 、きたきた、青大活躍。じゃじゃじゃ、どうせ急に。あれ、足ない、足ない、足。オッケーオッケーオッケー。汗目決めた、ゴラッソです、これは。よし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 、でかい先生。意図的に狙って打ったんでしょうかね。それにしても際どいところを通してピッチャー。あれは触れないところだ、キーパー。トラップが最高です。汗目、ああ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 。そうそう、よし、さあ取った後だよ。段階で先制しました。ですよね。ゲーム立ち上げから自分たちのサッカーがしやすくなるということですよね。主導権を握る意味では大きなゴールになりましたね。いやいや、いや、オッケー、サイドを走らせます。さあ、クロン、いけそうですか。いやー、おい、いや、まだ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 、危ない、危ない、なでるようなボールタッチ。いやー、オッケーオッケー。いや、危ねえ、ね、よしよしよし、まずいな、オッケー。勝つは帰れない、俺、本当に。よしじゃねえ。いや、読んで、気合い入れろ、よし。いやいや、おい、1点目出す、出す、出す。しかしゴール前をがっちり固められると変えてるよ。どうだ、
焦んな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 日本危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。マルセロからコーチーニョ、オッケー、邪魔しないで、ね、スペースへ。プラタバ、さあ左へ預けて、イヌイ来ましたよ。いいよ、いやー、惜しい、危ない、ごめん、いやー、申し訳ない。自分で行く、一人で持っていく、中央へ、危ない、まあまあまあ、よし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 、さあ、ブラジル、いやー、あー、ごめん、サイドへ、ゆるいボール、いやいやいや、いやいや、ガチクリ。いやいや、これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどね。いや、そんなことないよ。さあ行くのか、いや抜けてくる、ここで丁寧にボールを扱う、アンダウン、ハハハハハ、出せよ、こっちに、ギリギリの勝負になってますよね。おいおい、どうした、おいおいおい、充電が、いや充電の意味わかんない、だから充電とか絶対勝たなきゃいけない試合なんで、サイド逆使ってって、おいおいおい、お前だよ、何をやってんだよマジで、本当やめて、普通にやらないでそれ、いやいや、楽天されさないかなって、なんだよ、絶対守ってよ、だからそろそろゴート選手でも、いやだからピンチを作ろうとすんだよ本当にさすがにも考えるよいやいや、限界に時間近づいてますけど、おい、なんで、ええじゃねえ、普通にわかんだろうがよ、どう見てもパス悪いでしょ、そう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 、うん、お、これいいですよ、いやー、ファンター来るか、おい、なんでワクワクしてんだよ、やばい、じゃ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 、どうやすこそマジで、だ、止めようぜ、本当にそれ、ファール確保で本当やばい、コーチーニョ、リーパー、リーパーだ、日本としてはこのまま終わりたいとこですよね、そうですね、タイムアップまでもう間もなくです、オッケー、よし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 、なんとか1点、虎の子、虎の子、え、なんで悲しんでんだよなんとか1点終わらせたということで、今回の予想試合兼ブラジルを倒すまで帰れまという企画、結果3試合で勝利を得ることができました、皆さんも、やっぱりこう強豪のチームになってくると、こう協力プレーで、相手を倒してみるというのも非常に面白くなると思うんで、やってみてはいかがでしょうか、そういった提案動画です、これは。北澤さん、本日ありがとうございました、本当素晴らしい、本当抱きしめてあげて、本当こんなプレーは素晴らしいですね、これトラップ、もうシュートのためのトラップ、そしてこれされないところ、ナイス青草さん、ナイス、コハローチャンネル、とっと登録、コハローのチャンネル、全力応援、ドン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 。